中村田八郎昭和10年10月17日は日本の不戦運動の活動家、長野県東千曲郡山形村出身。中村田八郎は1897年7月、木下直江らと松本で普通選挙規制同盟会を結成し、普通選挙運動を始める。1899年10月には松本の同盟会を母体として東京にも 普通選挙規制同盟会が発足させる。同年12月に松本の普通選挙規制同盟会の第1回大会が中村を会長として開催され、第14議会に提出する請願書を議決した。1000名の普通選挙請願書が1900年1月13日に衆議院に提出された。こうして松本と東京で活発な不戦運動を繰り広げる。 1919年3月1日に中村が実行委員長になって、日戸公園で実施された日本最初の大事運動には5万4人が集まり、行列参加者が1万4であった。1924年の総選挙で普通選挙に賛成する政党が多数を占め、1925年3月19日に普通選挙法が衆議院を経て、貴族院を通過して法律となり、 同年5月5日に交付された。中村田八郎は、1868年2月20日、天領の品の国筑摩郡大池村の豪農で名主を代々務める中村、林蔵の長男に生まれた。9歳の時に、父が13歳の時に祖父が亡くなり、母と祖母に育てられた。百八十三年、松本に遊生に来た岡人という者について、上京し、 岡塾に入り一年半ほど漢学を学び、片山線と知り合う。1886年5月から、神田の専修学校で、英語、法律、経済学等を学ぶ。卒業後は郷里に帰り、1890年には、地下修正反対運動を起こす。1891年に、中仙道規制同盟会が組織されると、議会請願のために同志と上京している。 1895年三国干渉に反発し、両党半島返還反対運動を起こし、木下直江らと松本志向会堂で演説する。1896年12月に木下らと妖道会を組織する。さらに、翌1897年4月3日には、東京で社会問題研究会を片山らと結成した。これの5月例会で、 普通選挙問題が出た。当時の衆議院議員選挙法は、直接国税15円以上を納める男性に、選挙権が与えられていただけだったので、こうした、納税額等の制限を設けずに選挙権を平等に、行使できるようにするための運動をすぐに始めようと、中村は直ちに帰郷し、松本地方の旧友同士に呼びかけた。1897年7月、中村多八郎、 木下直江らは、松本で、普通選挙規制同盟会が結成し、普通選挙を請願するの主意を発表した。そこでは、普通選挙は、立憲政治の第一原理であり、すべての国民に等しく選挙権を持たせるべきである、ことをうたっており、これは日本で最初の付戦の宣言であった。普通選挙規制同盟会のメンバーは、旧進歩統計と地主。 自作層であり、1897年8月3日には、普通選挙に関する清断演説会を開催した。ところが、1897年8月10日に、中村と木下が県議選関係の、強喝詐欺取材容疑で逮捕され、二人とも一心では、有罪判決を受けて控訴し、東京へ護送され、監獄所に収容された。木下は1898年12月7日に、 無罪判決で出獄したが、中村は死んで有罪とされ、復役して1899年5月に出獄する。出国すると間もなく、7月には、松本町ウーア土に、普通選挙規制同盟会の看板をかけて、運動を再開する。一方、同年10月には、松本の同盟会を母体として、東京にも、普通選挙規制同盟会が発足させ、 共同補聴で活動を開始している。1899年12月に松本の普通選挙規制同盟会の第1回大会が中村を会長として開催され、第14議会に提出する請願書を議決した。1000名の普通選挙請願書が1900年1月13日に衆議院に提出された。 東京の普通選挙規制同盟会も同年1月18日に同じく請願書を出している。この二つの請願書は普通選挙請願の行使とされる。第14議会では委員会において参考として政府に送付すへしと議決せしもの中に衆議院議員選挙法改正の件19通が含まれている。これらの運動の成果か 第14議会では選挙法の改正案が通り、衆議院議員選挙法の第1回修正として、直接国税の加減制限が15円から10円に引き下げられた。1901年1月12日には、松本の第2回付選大会が開かれ、片山を迎えて、宣言並びに決議を採択している。この大会で松本の普通選挙規制同盟会を、 普通選挙同盟会に解消した。同年10月27日には、午前に、第3回普通選挙同盟会見労働者大、懇親会を開き6000人も集まったので、てんてこまいであった。同日午後には、第3回付選大会を、大井健太郎を招いて1000人の出席のもとに、開いている。この1901年には、松本選出の衆議院議員、古畑健太郎が、 不戦法案を第十七議会に提出したが通過しなかった。年1九百二年一月十日に第七回衆議院議員総選挙が行われ、松本の不戦同盟会から中村多八郎と古畑玄太郎の二人が同時に立候補した。中村は、貧者、弱者、労働者、小作人、婦人の地位向上を進める、選挙権の内大多数の国民の意思を代表する、 党を標榜し、頭を下げず、政治を使わず、主事の約束をせず、先を買わず、投票を買わず、と言明し、運動を進めた。しかし、古畑が当選できたのに対し、中村の得票は伸びずに落選した。この総選挙を機に、不戦同盟会を資金的にも応援していた名簿家が同盟会を脱退し、松本の不戦運動は衰退する。大事件を契機に、 政府は、高等警察官を設け、社会運動や、労働運動の息の根を止めようとする厳しい言論、統制を加えるようになった。こうした、言論統制の下で、不戦運動も圧迫され、普通選挙同盟会は1911年5月29日に、解散を命じられた。ただし、一方、1911年3月11日、普通選挙法案が衆議院を通過した。 1901年に初めて普通選挙法案が上提されてから8回目のことだった。ただし法案は貴族院で否決され成立することはなかった。第一次世界大戦中から民主主義の考えが広がり、対象デモクラシーの元不戦運動も再び活発になった。1919年3月1日に中村が 実行委員長になって、ひど公園で実施された日本最初の大事運動には5万4人が集まり、行列参加者が1万4であった。大会の後、中村はすぐに松本に帰り、普通選挙の劇を印刷配布して、同盟会の再起を図った。同盟会の演説会やデモには300人ほどが参加した。 松本の普通選挙同盟会は1919 19年4月16日に発会式を開いた。1920年2月26日に衆議院が解散し5月に総選挙が行われると中村は理想選挙を標榜して同盟会の推薦で松本から立候補した。その選挙運動は普通選挙の宣伝というパンフレットと挨拶状を配り、 演説会を開いただけであった。選挙結果は少数の得票を得ただけであった。この選挙の後、中村は不戦運動から手を引いた。1924年の総選挙により、普通選挙に賛成する政党が多数を占めた。加藤公明内閣ができ、25歳以上の男子は、納税額に関係なく、選挙権を持つという普通選挙法案が、 1925年3月19日に、数密院、衆議院を経て、貴族院を通過して、法律となった。普通選挙法は、1925年5月5日に、交付された。その日、東京では普通選挙祝賀会が盛大に催されたが、放置新聞は、30年の長きにわたって、終始一貫、献身的努力を、不戦の達成に捧げた、不戦の大恩人、 中村田八郎を忘れるなと書いた。5月17日には松本の深市公園で普通選挙祝賀会が催された。その時の宣言は完全なる普通選挙の実現を期すと訴えている。新しい不選法は納税額による制限をなくしたが、婦人さん政権はなく25歳という年齢制限があったからである。百三十五年十月十七日制挙。 去年68であった。ありがとうございます。